今回は、ジャニーズについてやっていきましょうか。え、以前ですね、週刊文春がこんな記事を出していました。え、こちらですね。金プリ滝沢秀明を壊した ジュリー社長、冷血支配っていうのでですね。まあ、こんなタイトルの記事でですね。この記事の中に、キンプリのメンバーのですね、脱退が発表されたお話ですとか、タッキーが急にジャニーズを辞めた話についてですね、ジャニーズ事務所に問題があるんじゃないかっていうような話ですとか、ジャニーズの社長、このジュリー社長にですね、問題があるんじゃないかって言ってですね <laughs>、ジュリーさんまで叩いたですね、この週刊文書。あとですね、こんなパワハラを疑われるような行動をしてたぞ、みたいなですね、もうジュリーさんに 問題があるみたいな話をですね、えー、記事として出してたんですけども、それに対してですね、ジャニーズ、もはや個人的にはですね、もうジュリーさんじゃないかなと、まあジュリーさん個人の声だと思いますけども、えー、法的措置を検討していますっていう風にですね、抗議していたんですよね、ジャニーズが文春に対して。で、これですね、さすが文春ですね、かなり強い証拠を持っているんでしょうね。 え、どうぞどうぞかかってきなさいと。えー、むしろですね、文春の方から、え、追加でどん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 スクープ、スキャンダル出していくぞとっていうようなですね、え、宣言をしていましたので、え、このあたりのお話についてですね、紹介していきたいと思います。ジャニーズですね、もはやですね、もう文春にロックオンされまして、え、ガーシーもですね、どん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 やっていくぞとっていうふうにですね、宣言をしていまして、もう流れ式にですね、え、崩壊していきそうですと <laughs>。で、今回の 話はですねこの週刊文春の記事についてですね編集長がこんなタイトルのコラムをですねこの後に出していますジャニーズキンプリ報道で法的措置声明に感じたことっていうのでですね、まあ、こんなタイトルのですねコラムをですね編集長が出してるんですけども、まあ、タイトル見た瞬間ですねあ 法的措置されたことに触れていくんだと <laughs>。ジャニーズという、こう、芸能界一と一定ぐらいですね、力を持ったじ、事務所なわけですよね。そんな事務所に圧力をかけられてもですよ、スルーして沈黙するどころか、もう普通のメディアだったらですね、もうシューンとしてですね、黙ってしまいそう。もうジャニーズに余計なことするなーつってですね、社内でザワ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 してですね、静かにすると思うんですけども、文春はですね、逆を行きますと、さらに突っ込んでいってるわけですよね。ははははは。 <laughs> でこのコラムの中でですね、ちょっと2つほどですね、面白いポイントがありましたので、ちょっとお話ししますとえ、まず1つ目がですね、これ、前回の動画でもですね、僕も言いましたけども、週刊文春ってジャニーズ事務所のタレントについてですね、よく記事を出していたんですよね。これは ジュリー社長になった後も一緒で、文春からしても、これはですね、タレント生命に関わるんじゃないかというようなですね、思われるようなスキャンダルもどん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 出していましたと。こんなことをしてもですね、これまで法的措置を取ってくることもなければ、もうちらつかせてくるようなこともですね、一切ありませんでしたと。それがですね、こう、ジュリー社長のことを書いた瞬間ですね、法的措置をちらつかせたですね、抗議文を送ってきて逆輪に触れたわけですよね。タレントのこと書いても何もしなかったのに、自分 のことを書かれた瞬間ですね怒るんかいっていうですね案にですねそういうツッコミですよね <laughs> ジュリー社長のこと書いた時だけ法的措置ちらすかせるんかーいって言ってですねまツッコミを入れてるわけですよねもうまずですね軽くジャブを打ってきますとでもう一つですねお話ししますと、えー、ジャニーズ事務所をですねこう批判するメディアがないことをですね、えー、この文春のコラムでは指摘をしていますタッキーがまずジャニーズ事務所を辞めてでキンプリの、えー、一部のメンバーですねダ すすることも発表してですねその前に辞めた人たちも含めてもですねジュリー社長の体制になってから10人以上のタレントがジャニーズ事務所を去っているにもかかわらず、えー、メディアはですねそのおかしな点について触れなければもう事務所の批判もしないと。 普段ですね、もうどうでもいいことは散々報道しているくせにですね、えー、ジャニーズとかですね、特定の悲劇にしている人たちにとってですね、都合の悪いことはこう一切報じないわけですよね。特にですね、テレビですよね。テレビ一切報じないですよね。もう、キンプリのですね、えー、メンバー脱退の話も含めて、もう文春としてはですね、 引き続き、そういう、そういう奴らみたいにはならないぞと。むしろですね、ジャニーズには、忖度しないで、どんどんやっていきますと。<laughs> しっかりとですね、コラムの中で宣言をされていましたと。<laughs> 恐るべし、文春ですね。はい。まあ、今までですね、散々周りに忖度させて、えー、都合の悪い情報はですね、外に出さないようにしてきたわけですよね。えー、外に出ていない情報がですね、もう、山ほどもうあって、 あるわけなので、これからですね、それが一気にこう、バーンと出てくるとなるとですね、相当な情報がですね、出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。もうまさにですね、ジャニーズ事務所終了のお知らせということでしょうかね。はい。まあこれまではですね、芸能界一と言われていた事務所もですね、もう多分これ、ジャニーズが芸能界一っていう時代はですね、 会社が潰れなかったとしてもそういう時代はもう終わりじゃないかなというふうに思いますけどね。で、この外部への圧力っていうようなお話ですと、えー、スマップを脱退したメンバーをですね、テレビ出演させないようにですね、えー、圧力をかけていた疑惑についてですね、2019年に公正取引委員会にですね、注意を受けてるんですよね。だからですね、まあ圧力だ圧力だっていうような噂出てますけども、結構やっぱ信頼性、信憑性ですね、高いんじゃないかなと思うんですよね。 ですね。公正取引委員会がわざわざ調査に入らないですからね <laughs> 注意されないですからね普通まあだからこそですね今までいろんなことやってきたんだろうなというふうに思いますけどねはい。ではちょっとですね参考までにその公正取引委員会に注意を受けたというお話ですねまあ、ご存知の方多いかもしれないですけどもまあ、ご存知の方はちょっとおさらい程度に思っていただければと思いますけども初めての方に向けてもですねちょっとこの記事、えー、簡単にですね、えー、紹介していきたいと思いますちょっと読んでいきますね 公正取引委員会がジャニーズ事務所を注意したことが明らかになった。対処したスマップ元メンバー3人の番組起用を妨げるような働きがあった場合は、独占禁止法違反につながる恐れがあるという内容だ。 調査の結果、同法違反を認定するだけの証拠は得られなかったものの、3人のテレビ出演が激減する現状を踏まえて、警鐘を鳴らした。まあ激減というかですね、もうほぼゼロに近い <laughs> 形になってますよね。え、厚生取引委員会は元メンバーの稲垣五郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの3人への対応について、同事務所を調査していた。同事務所はホームページ上で、 テレビ局に圧力などをかけた事実はない。今後は誤解を受けないように留意したいとコメントした。3人は現在長年スマップマネージャーを務めた女性が設立した新事務所に所属している。テレビ各局のレギュラー番組は相次ぎ終了。CM 以外の地上波テレビ番組で3人の姿を見る機会は大幅に減った。今も根強い人気を誇るだけに、 ファンからは残念がる声も上がっていたっていうのでですね。まあ本当に圧力をかけていないんであればですね。もっとこの、元スマップメンバーのですね、3人、もっとテレビ出演してると思うんですけどね。うん。まあそれができないっていうことはやっぱり何か理由があるってことじゃないですか。だからそういうことを思ってしまいますよね。えー、まあこんな記事が出ていたわけなんですけども、公、え、正、ー、取引委員会もですね、ジャニーズに関しては目をつけてるわけですよね、こうやって。<laughs> まあ当時はですね、こう回避できたかもしれませんけども、まあ注意で済んだかもしれませんけども、これからですね、文春、それからガーシー、それからですね、スマップの近い位置にいたですね、ガーシーの専属美容師のですね、キクリンさんですね、キクリンがですね、どん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 これ、ジャニーズに関連する暴露をしていくらしいので、 ジャニーズですね。これ、かなりピンチなんじゃないですかね。うん、ジャニーズにとって一番のピンチなかもしれないですよね。はーいもう文春なんてですね、もう抗議に対して、まずやってやるからな、ごめんなさいじゃないですよ。まずやってやるからな、ってですからね。<laughs> 謝罪じゃないですからね。うん、徹底抗戦宣言ですからね。いやー、しばらくはですね、ジャニーズ周辺が騒がしくなりそうですね。で、今回のですね、こういったコラムに対してですね、ちょっとネット上の声もですね、二つほど紹介していきたいと思います。 まあ結構、ですね今回のコメントに関してはですねもっと文春やってくれもっとどんどんやってくれっていう声がですねやっぱり多,い多かったですねはいでちょっとですね1つ目ちょっと紹介しますと、えー、私もそれが疑問でした平野さん、岸さん、神宮寺さんが20代の若さであえていばらの道を進むことジャニーズ事務所にいれば安泰なのに押されるのが分かってて進む理由を海外進出なんてどこのファンが信じれるんでしょうね。 国内ですら活動できなくなるのにっていうのでですね。まあ、国内ですら、えー、活動ができないのに海外で活動できるのかと、まあ、こんな理由をジャニーズファンは信用しないぞというようなお話ですかね。まあ、あれじゃないですかね。国内での活動予定をお話ししてしまうと、国内で活動ができなかった場合、テレビ出演とかがですね、激減してしまった場合ですね。また先ほどの厚生取引委員会のお話みたいにですね、ジャニーズが圧力かけたんじゃないかとかっていうふうに言われるわけですよね。だからこそですね、もう国内では活動しませんと。えー むしろですね、海外で頑張るから、国内での活動量減ってもですね、ジャニーズのせいじゃありませんよ、みたいなですね。<laughs> そんな言い訳ができるようにですね、あえて海外進出というところを強調したんじゃないかなというふうにですね、僕もちょっとなんか思ってしまうんですけどね。はい。なんかおかしな理由ですからね、本当に。うんこちら、えー、いいねしておきたいと思います。 え、続いてはですね、こちらのコメントです。買おうかなあっぱれっていうのでですね <laughs>。まあ、こういう文春のですね、えー、宣言に対してですね、みんな頑張れ頑張れと、持ってやれとかですね、こういうことをおっしゃってるわけですよね。うん。まあ、こういう記事を書いたのでですね、まあ、今回有料記事、コラムに関しても、えー、ジャニーズが起こったその該当する記事に関してもですね、有料記事だったんですけども、やっぱりこういう記事をですね、気にするジャニーズファンがですね、かなり多かったみたいで、えー、文春さんですね、電子版の え文春のの電子版でですすね、えー、入会者過去最高を記録したそうですと <laughs> だからですね、やっぱり、真実を知りたいというですね、ジャニーズファンがかなりいるんじゃないかなというところがですね、そういう、まあ、データからも明らかになってますよね。はい、えー。こちらのコメントについてもですね、いいねしておきたいと思います。 はーいえー、皆さんですね、今回、ジャニーズからですね、法的措置をちらつかせられてですね、圧力をかけられた文春さん、ヒルムどころかですね、今後もどんどんやっていくぞと、えー、徹底抗戦宣言をしていますけども、皆さんこのようなですね、えー、ジャニーズさん、文春さんについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄に Twitter ですとか、サブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとか、チャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。